はい、こんにちは。今回はダウンの応酬、そして劇的な逆転 KO が起こった試合を紹介いたします。アマチュア戦績70勝5敗のケビン・ケリーは、プロデビュー後も WBC 世界フェザー級王座に戴冠し、42戦目で陥落いたしましたが、その後マイナーながら WBU 世界王座に戴冠し、デリック・ゲイナーを防衛戦に迎えました。両者サウスポースタイルでスピード豊かなパンチを振るいますが、王者ケリーが3ラウンドにカウンターの左で早速ダウンを奪いました。続く第4ラウンド、ダウンを奪ったケリーが強引に行きますが、カウンターから連打を打たれダウンを喫しました。2度ダウンしたゲイナーは4年後に WBA 世界王者になっただけあり、スピードに乗ったパンチで猛反撃をいたしましたが、王者ケリーの究極のカウンターを浴び KO されたのでした。ゲイナーを逆転 KO で破ったケビン・ケリーは、翌年悪魔王子ナジム・ハメドの持つ WBO 世界フェザー級王座に挑戦いたしました。王者ハメドは28戦全勝で、抜群の身体能力と型破りのスタイルで大人気を誇っておりましたが、初回ゲイナーの右フックでダウンを喫しました。続く第2ラウンドも、王者ハメドはケリーのパンチに反応が鈍く、左カウンターをもらってしまい、2度目のダウンを奪われました。ハメドは2度のダウンを奪いましたが、この頃は師匠のブレンダー・イングルの教えに逆らい、練習量がめっきり落ちていたので、ケリーのパンチをたびたび被弾し、4ラウンドにもダウンを奪われました。しかし最後はケリーのパンチを見切って左をヒットさせ、大激闘に終止符を打ちました。ナゼン・ハメド。オルランド・サリドとターサク・ゴーキャット・ジムが WBO 世界スーパーフェザー級暫定王座を争った一戦は、初回から激しく打ち合い、共にダウンを奪い合います。元世界フェザー級王者のサリドは、前の試合でロマチェンコを破っている激闘型のファイタータイプのボクシングスタイルですが、2ラウンドには打ち終わりを狙われ、2度目のダウンを喫します。第4ラウンド、2度ダウンを奪われ、ここまで劣勢なサリドは力強い怒涛の連打から強烈なボディーブローを打ち込みます。第5ラウンドもサリドが猛ラッシュを仕掛けますが、ターサクは慌てずに
左カウンターを合わせます。タフでスタミナ豊富なサリドは攻撃力が落ちないので6ラウンド後半から優勢になり、第7ラウンドに3度目のダウンを奪い返します。無尽蔵のスタミナを誇るサリドは攻撃の手を緩めず、上下に力強い連打を続けます。そして第11ラウンド、サリドの力強い連打が激闘に終止符を打つのです。長いリーチを使って距離感抜群のボクシングをする OBBF 東洋太平洋バンタム級王者のマーク・ジョン・ヤップは初防衛戦に元日本バンタム級王者増田健太郎選手を迎えました。初回、挑戦者増田選手は鋭い右を振るい、王者ヤップからダウンを奪いました。王者ヤップは起き上がりますが、増田選手は猛然と襲いかかり、初回に3度のダウンを奪いました。3度のダウンから回復した王者ヤップは距離を取り出し、長い左を出しながら逆転の機会を伺いました。迎えた第4ラウンド、王者ヤップは打ち合いの中で左フックをヒットさせ、ぐらついた増田選手に連打を放ち、反撃ののろしを上げたのでした。起き上がった増田選手に王者ヤップは追撃をし、4年前には岩佐選手を KO 寸前にまで追い詰めたパンチを振るい、劇的な逆転劇で世界ランカー対決を制しました。大ベテランのチャンピオン丸山は、サウスポースタイルの糸数選手はアマチュアで50戦以上のキャリアを誇り、プロ入り後も日本王者となりました。対するジャッカル丸山はアマチュア経験はなく、叩き上げのボクサーですでに8敗しているのです。日本王者糸数選手が初防衛戦の相手にジャッカル丸山選手を迎えたのですが、両者これまで1勝1敗で3回目の対決となり、お互い手の内を知り尽くしております。ダウンを奪われたジャッカル丸山は逆に猛反撃を行い、驚異的な連打を放ち、王者は棒立ちとなるのです。ジャッカル丸山は3度目の防衛戦に関博之選手を迎えます。関選手はアマチュア時代にモスクワオリンピックの候補となり、国際トーナメントで金メダルを獲得し、帝拳ジムから大いに期待されているボクサーなのです。2回目の戦いでタイミングをつかみ始めた関選手は得意のカウンターをヒットさせます。
このラウンド2度目のダウンを喫し、絶体絶命の窮地に陥ったジャッカル丸山はまたしても驚異的な粘りを見せるのです。続く第3ラウンド、ダメージの深い関選手はジャッカル丸山の猛攻に耐え、ロープに詰まりかけた時、関選手の起死回生の右カウンターが見事に決まります。そして前回の戦い同様、6ラウンドに結末がやってきます。またもやエリートボクサーはジャッカル丸山の乱戦の渦に飲み込まれてしまうのです。